西口三苫駅は、福岡県福岡市東区三和台3丁目にある、西日本鉄道貝塚線の駅。駅番号は NK09。二面二線の橋上駅で、貝塚線唯一の跨線橋を有する駅。跨線橋とは別に、西鉄新宮方に、エレベーター専用の跨線橋が、上りホーム、下りホームそれぞれ1基ずつ設置されている。福岡市営地下鉄の貝塚駅延長に合わせて、従来の一面一線から設備が増強された。地下鉄と貝塚線との乗り継ぎ割引運賃が適用される貝塚線の駅のうち、最も貝塚駅から遠い駅である。2007年3月31日までは、ラッシュ時には当駅折り返し列車もあり、2番乗り場はごく一部の例外を除き折り返し列車専用で折り返し電車がない日中は、柵が設置され立ち入ることはできなかったが、2007年4月1日の西鉄新宮駅津崎駅の廃止に伴うダイヤ改正で全列車が貝塚駅西鉄新宮駅間の運行となったため、2番乗り場が貝塚方面の発着ホームとなり、終日入場できるようになった。2019年度の1日平均乗降人員は3574人である。各年度の1日平均乗車及び乗降人員は下表の通り、東区の北端、福岡市の北東端に近い位置にある。東口側、西口側ともに周辺は住宅地となっている。東口側に西鉄バス、西鉄三苫駅バス停がある。運行路線は2019年3月16日、現在のもの。ありがとうございます。